はい、皆さん、こんにちは。ということでですね、今日なんですけれども、この今日のお話は、どういうお話かっていうとですね、うちのそろばん教室、会社としてはね、リョーマネクスト株式会社って言います。リョーマ、坂本龍馬のリョーマですね。それからネクスト、龍馬は実は別にそこまで実は詳しくはないですし、坂本龍馬ファンに行ったらなんか怒られそうなんですけれども、本題はですね、新卒採用をちょっと始めてみようっていうことですね。その新卒採用を始めてみようって何それみたいな。ね、始めてみようってそんな気楽に言うなよみたいな話なんですけれども、僕の会社ってね、この間ですね、ある野球、僕の世代ね、僕は慶応義塾高校出身だったんですけど、去年2023年夏、優勝して、僕も応援に行きましたよ。で、僕らが高校生だった、18年とか前かな、ぐらいも実は甲子園に出ていて、その甲子園で、当時ピッチャーをやってた彼が、今香川で実は独立リーグの球団社長をやってるんですね。で、その彼と話をしているときに、我々は野球をやってたから、やっぱ野球をやってた人たちの可能性を信じたい。で、野球をやってた人の可能性を信じたいから、野球をやってる人だけでビジネスもやっていくということを言っていて、これはなんか僕、すごくいいなと思ったんですね。じゃあ、僕はどうするんだと。ね、僕はその場に習っていた人たち。そろばんとかそろばん式暗算をやっぱ真面目にやった人たちね、やっぱ少なくともやっぱり段とかまでは取っていってほしいんですけれども、そんな人たちで、やっぱりもちろんそろばん、うちの会社として教えることもありますし、それ以外のことでもね、一緒にできることがあるんじゃないかな、これは面接とかしながらお話をしていくんですけれども、そんなところでですね、2025年になるんですかね、別に中途採用とかでもいいんですよ、ぶっちゃけね。なんですけど、やっぱりなんか一緒にちょっと働ける人がいたら面白いかなっていうことで、本日、その新卒採用の話をしました。で、何が決まってるのっていうと、別に何が決まってるってわけでもないんだけど、やっぱり募集対象としては、そろばんをしっかりやってきた人、そろばん式暗算をしっかりやってきた人。で、する仕事の内容としては、うちは社会保険労務士法人もやってるんで、その社労士の仕事とか、要するにね、そろばんだけを教えられるっていう人材だと、今の日本だけだと、そのアルバイトレベルの仕事はありますけれども、やっぱり子どもの数が減っていきますから、子ども向けだけのそろばん教室っていうふうに考えると、やっぱり市場はかなり狭くなっていって、その人たちがせっかく入社してくれても、そろばんしか教えることがなかったら、給料は残念ながら下がっていく一方じゃないですか。それは伸びる市場では残念ながら、子ども向けではですよ、ないのでね。はい、だけど、それ以外には、例えば大人に教える方法を考えるとか、シニア向けを考えるとか、それ以外のその人事の仕事をしてもらうとか、やりたいことをいろいろやりながらそれを事業にしていくとか、本当にいろいろあると思うんで、うち新卒取ったことないです。全く新卒取ったことはなくて、アルバイトとかはもちろん、うちの、育ってきた生徒たちがいて、アルバイトをやってたりとかするんですけど、なんかやっぱり、さっきも言った、その一番最初のその野球の彼がね、言ってたみたいに野球をやってきたんだったら野球をやってきた人たちで、ビジネスできるんじゃないか。我々はそろばんをやってきた人たちで何かやっぱり社会貢献していくとか、やっぱり何か、しっかり売上を作るってことは別に悪いことではなくて、誰かの、物事に役に立っているっていうことにもつながりますから、その辺のことをですね、これはもう本当に気楽に連絡くださいじゃないんですけど、概要欄にある、アバカスタジオのね、お問い合わせページでもいいですし、そろばん教えつつ、ただそろばんだけではなく、他のこともチャレンジをしてみたい。そして自分の何か夢を持っていて、一緒に何か成し遂げられるんじゃないかなとか。あと、学習塾の部門もね、やっぱりちゃんと立ち上げて作っていきたいなっていう部分もありますし、やりたいことはね、山ほどあるんです。やりたいことは山ほどあるんですけど、やっぱり僕一人だけだと、やっぱり人間って1日24時間しかないですから、それをね、やっぱりいろんな人の力を使って、いろんな人の協力を得ながら、やっぱり世の中にいろんな、貢献できることをね、していくっていうことはね、やっぱりその番がをできる人たちでやっぱりやっていきたいなっていうのは、それがうちの会社の一つのコンセプトだったりするんで、中途でもよし、転職組でもよし。2025年、から、新卒採用で入られるっていう方もよし。で、これ別に人数も決まってないですけど、最初はやっぱり1人とか、そんなもんかなっていう感じもしてるんでね、別に先着順ではなくて、いろいろ話しながらこんなことできるんじゃないとか、で、別になんて言うんでしょうね、
偉そうに面接するとか言いますけれど、面接ってね、世の中今、うちも大学生で、今、大学3年でね、就職活動してる子いますけれども、面接って相性ですから、結局、例えばね、うちが、例えばそろばん教室としてはですよ、どういうポリシーがあるかっていうと、やっぱり楽しくやるとか、あとは外に目を向けるとか、で、海外とか、やっぱりこれから、海外志向になるというか、やっぱり日本では国内子供たちが減っていきますから、今の子供たちは、これから多分海外と仕事、海外の人たちと仕事すること多分もっと増えるんで、だったら、いろんな国際大会とか運営したりとか、その国際検定とか、まあ、ちょっと海外に目を向けようよっていう、まあ、楽しくやりながら、しかもでもそれでも一生懸命やって、で、海外に目を向けて、で、海外でその場を例えば教えるんだったら、それは今ニーズたくさんまだあるわけです。ね、で、そんな人材を育てるみたいなところもね、考えてはいるので、で、そういったところにですよ、で、それで例えば、すごい私は厳粛にそろばんを教えたいと、ね、で、国内だけで、一生懸命やるんだとかって、で、だからそれでも構わないんですけど、でもそうすると、多分僕とその方の多分相性とか価値観って合わないわけですよね。で、多分面接って多分そういうことなんですよ。就職活動の面接で、まあ、僕も就職活動してましたからね、十何年前はね。で、あとは、話してる感じとしてね、やっぱり直感ってあるじゃないですか。あ、この人と話してて嫌だなとか、逆にこの人と話してて楽しいとか、この人と話して、だから、Google なんかはもうなんかね、Google なのかな？なんか一人で何人も面接したりとか、10人ぐらい面接して、それってなんか、一緒に働くチームメンバーの感触を見るみたいな、まあ、そんな感じだと思うんでね。うちの価値観としては、まあ、楽しくやる。ね。それから、外に目を向ける。そして、でもそれでも、なおかつ、やっぱり一生懸命やるところをやるっていうようなところなんで、まあ、それも仕事もね、だからなんかダラダラやりたいとかっていう人は、ちょっとそれはあんまり良くないかなっていうふうには思ってるので、やっぱり何か自分がある程度やりたいことがあって、そしてそろばんも教えたい。ね。で、自分の例えば、何でもいいですよ。大学の卒業論文で、例えばマーケティングのことを勉強してたんだったら、じゃあマーケのこともじゃあ一緒にやろうかとか、例えば人事のことを勉強してたんだったら、まあ、じゃあ社労士資格取ってみるとかで、また社労士法人も一緒に回してみるとか、まあ、そんないろいろな、ことができるんじゃないかなっていうふうに思ってるんで、ぜひぜひね、今大学3年生とか、あとは、あ、これインド1年生ってことになると、それまで大学院は僕行ってないのでちょっとわかんないですけども、まあそんな感じでね、一緒に働きたいとか、一緒に何か成し遂げてみたい、成し遂げてみたいっていうとなんか怖い感じになっちゃうのかな。何か、まあベンチャー企業みたいなもんなんですけど、ある程度やっぱり裁量は効くけれども、でもちゃんとまあお給料は払うよっていう感じですかね。まあただすごいたくさんお給料を保証できるわけではなくて、まあ、新卒の平均ぐらいですかね。平均ぐらいで最初は。で、その後別に、だんだん昇級していきながらっていうことのキャリアアップとか、まあ、その辺もご相談に応じてっていう感じです。なので、ぜひぜひ、遠慮なく、まあ、応募フォームがあるとかっていうわけじゃないんですけどね、メールいただけたらありがたいかなというふうに思ってます。はい、というわけで、今日は初めてのアバカススタジオ、というか、アバカススタジオの、まあ、もちろんね、スタジオをやるのもそうなんですけど、龍馬ネクスト株式会社としての、まあ、新卒採用のお話でした。それでは、また。